最有限胸の差し絵より、玉と孫悟空と月の妖精、強撃、最優記の孫悟空。孫悟空は中国の四大奇書小説、最優記の主要登場キャラクターの一人である衛ン。今も崇拝される道教の神でもあり、香港をはじめ、台湾や東南アジアでは一般に、聖天体制の方で呼ばれ、信仰されている。彼は、 中国の民間信仰の中で最も活躍するの英雄の一人である。別名は孫強者。現代の最有機のあらすじを収録した朝鮮の書、牧通人間界には孫あれ空として登場する。また、人視点体制の登場する主な雑劇は以下の通り。これら先行する各種作品を受けて、秋夜に百回本としてまとめられ集大成したものが、 分量が多すぎたため、新代には、政治簡略された漢本のうち、後期33年刊行の最優新線が、比較的よく見られる、最優記である。最優記の雑劇などの諸作品での通称は、猿行者、あるいは、通天体制など様々な名前で呼ばれているが、孫行者の名に落ち着いた。日本でよく知られた、孫悟空は意味名であり、 危機により当時の中国では一般には使用されない。以下、明、真の漢本の最有機に基づく概略を記す。昔々、東昇進巣にある、豪雷国の沖合に浮かぶ、火山島、カカ山の頂に、一階の戦国があった。この石が割れて、卵を産み、卵は風にさらされて一匹の石猿が帰った。この石猿は、島に住む猿たちが、誰かが、 谷川の水源を見つけたら王様にするというので、湯を振るって、滝つぼに飛び込み、水連動という住処を見つけてきたので、約束通り猿たちにあがめられ、微光王と名乗ることになった。数百年経った、ある日、限りある命に、儚さを感じたことから、不老不死の術を求めて、旅に出て、十年以上かけて、西牛ガスに住む守護大祖師という仙人を探し出して、弟子入りした。 祖師は、生を持たぬという美幸王に、孫という生を与え、孫悟空の法名を授ける。七年後、兄弟子を差し置いて、念願の長寿の妙道を密かに教わり、さらに三年後に、近づという七十二発の変化術を自然にことごとく、体得してしまった。さらに金と雲の方も教わって、自在に空の雲に乗れるようになる。ところが、他の弟子に術を見せびらかしたことから、 祖師の怒りを海古峡に帰るように命じられた。高山に帰郷すると、今夜魔王という化け物が水連動を荒らしていたので、新外見の術で退治したが、これをきっかけに、豪来国に出かけて、大量の武器を強奪して、配下の猿たちに配って、守りを固めさせ、配下の猿を軍隊にまとめ上げた。そうすると、自分の武器も手に入れたくなり、海中の東海流王 高広市の宮殿である竜宮に行き、悟空の意によって、自在に伸縮する匂い金庫棒を無理やり譲ってもらう。さらに長く居座って、残りの三回の竜王たちからも武具を要求し、金の冠、金の鎧、ふぐもりの防御意識を持ってこさせた。牛魔王を含む六大魔王のあやかし戦と義形邸となり、宴席で酔いつぶれていると、有名会から使いが二人来て魂を連れ去り、 寿命が尽きたという。しかしそんなはずはないと孔弁して暴れ、円魔帳を持って来させると、なるほど、孫悟空の寿命が342歳とあるので、自分の名を墨で塗りつぶし、ついでに気に入ってる仲間の猿の名前もいくつか消した。もうお前らの厄介には、ならんと、明海獣王を殴って帰ってきたところで、目が覚めたが、以後、悟空以外の山猿にも、不老のものが増えたという。 こうして、史跡を消すに至ったことから、天界からも危険視される存在になった。天上界の主催者、天帝は、石猿を討伐しようとするが、大白の意見で思い直し、管理として天界に召すことで怪獣することにした。悟空は、天界の使者に喜び、筆馬音の感触に任命されたが、半月後にその身分が低いと知って、へそを曲げ、不意に脱走してしまう。 史上ではすでに十数年経っていたが、帰還した美皇王を神として貸し尽く猿たちに囲まれて気分がいいところに、独角鬼王という妖怪が訪ねてきて、進化となり、さらに褒めすやしてお立てたので、宇頂天になった悟空は、聖天体制と自ら合するようになった。これを聞いた天平は、身のほど知らずの石猿だと怒り、宅通り天皇を対象にする討伐軍に派遣したが、 先方の巨霊人となた大使が敗れて、歯が立たないと、悟空の人随力に恐れをなして退却した。力で抑えるのが難しいとわかると、再び大白の意見で、怪獣策を取ることになり、二度目は、悟空の希望通りの待遇とすることにして、新官職、聖天体制が創設され、正式に任命された。これは、職務のない名目だけの官職であった。 これでしばらくは悟空も満足していたが、天界では暇を持て余していたので、新たに万等園の管理を任されることになる。ところが、不老は悟空の最も好むところであり、栽培されている千桃が売れるのを待って食べ尽くした。そこに美しい仙女たちが桃を摘みに来て宴会が催されるというので、悟空は仙女たちが観断する宴席に忍び込んで、酒番を眠らせ、 戦手戦魚を食べ荒らし、さらに寄った弾みで、土卒天宮に迷い込んだので、ついでに、大丈郎君の金丹の全部を頬張って、再び天界を逃げ出した。悟空が戻ると地上では百年経過していた。天帝は、劣化のごとく、怒り、天平十万を派遣して包囲し、諸将を総動員して攻めかからせた。悟空の側は、十二道の妖怪たちと、 独角教王は生け取られたが、猿たちはすべて逃げ延び、悟空は大使と呼んだ天皇、恵み願を打ちまかした。ところが、恵み願がその死である観音菩薩に苦戦を報告したところ、菩薩は天帝に、県政次郎真君を推薦する。次郎真君は、梅山の六兄弟と共に、悟空をついに追い詰め、大丈老君の投げた、金剛宅で、悟空が能天を打たれて、 ふらふらのところを捕まえた。天帝は、悟空を、残あやか次第に引き出して、八つ咲きの刑にするが、悟空は、先端の力で、無敵の体となっていたので刀も斧も歯が立たず、火すら効果がなかった。最終手段として、大丈夫君の秘宝八ケロの前に差し出しを仕込めて、溶かそうとするも、火の回らない辰巳の隅に対比して、無事を得るとなった。もう焼き尽くされたかと牢を開けると、 勢い発揮路から飛び出し、大暴れしても手がつけられない状態になった。悟空が恐ろしくなった天帝は、来院寺の釈迦如来に助けを求めることになる。如来は悟空に身の程をわきまえさせるために賭けを持ちかけ、如来の手のひらから飛び出せなかった悟空を取り押さえて、五行山に五百年間封印してしまった。五百年後、完全恩菩薩の救済によって、三蔵法師の弟子となって、 苦毒を積むことを許され、天竺までの主教の旅を助けることになる。三蔵法師からは主に孫行者と呼ばれている。弟子になってからも、反抗的な態度は相変わらずで、納得できない時は、相手が、神々や如来、菩薩だろうと平気で文句は言うし、反抗的態度に出る。乱暴な気質も相変わらずで、相手が人間であっても邪魔なものは力づくで、 排除内視従わせようと考えることがしばしばであり、それが原因で三蔵の怒りを買い、確執の原因となることが多い。しかし人義や礼儀に精通しており、その他で無礼を働くことはない。はじめ三蔵法師に反発して脱走も試み、その後も言われのない罪で破門されたりしているが、完全恩菩薩や釈迦如来の導きもあり、結局はいつも三蔵法師の元に戻ってくる。 旅では失敗を繰り返して学習し成長しながら次第に行いが改まっていくが不機嫌さや不満を露にすることが多い。三蔵との関係は師匠と弟子というよりも無知無力な人間をかばう守護者のようなそんな役回りで人遣いの荒い三蔵には困らされることが多い。主教の旅の間、白骨夫人や霊感大王や 万世竜王など多くの魔物や悪霊と戦いを繰り広げながら退治していき、大勢に及ぶ魔を下しついに主教の旅に成功すると、三蔵法師を守り固め天軸から多くの経典を持ち帰った、その抜群の功績を認められ、二つの鬼別を受けることができた。なお、ここで書いた通り孫悟空は本編や監視中で各種の名前や肩書きで呼ばれている。ここに書いた他にも、 大小沖縄、猿シニ新ン、根源一気情報隊域、戦備校王星天体制など、様々な名称で呼ばれている。中国西部の潜水省やチベットなどに生息する、キンシコウを研究する、日本モンキーセンター世界猿類動物園長の小寺、タカが NHK の動物の生態を紹介する、テレビ番組、ウオッチングで、備校王を名乗った。 孫悟空のモデルにふさわしい美しい猿であり、もしかしたら、これがモデルなのかもしれないと紹介した。後に、朝日グラフ1985年3月29日号にて、小寺重隆本人も、勘違いと認めているが世間に広まったため引っ込みがつかなくなっているという胸の談話が掲載されている。最有機そのものを研究している中国文学研究者は、 作中描写から判断すると、魔格属の赤毛猿である可能性が高いとする説を提唱しており、例えば、日本猿と異なり水泳を好む赤毛猿の生態などが、巧みに、最有機の中に描写されていることなどを指摘している。また、中国起源説は、中国神話に登場する水人、無敷に演言を求める。ウによる、無敷退治の記録は、 太平後期に収められた説話に登場しており、当の時代に蘇州の知事であった理由が水中から引き上げた巨大な猿の妖怪の話を補う形で示されている。それによるとによる無識大治の記録は古だけうなて行というボロボロの古文書にあったものとされており、これが示されることで理由の話に登場した正体不明の大猿が無識であったのであろう。 ということになっている。そうの時代からよくルフされるようになり、戯曲などへの利用によって人々の知るところとなった。猿の姿や能力の高さ及び山の下に封じられること、水の属性との縁のある点から最有機に登場する孫悟空の原型の一つになっているのではないかという考察が古くから存在している。石田栄一郎は、 猿と水の関係性からこれを解いているほか、無敷が大作で繋ぎ止められて封じられたとされている。こと自体も水に関する伝説の中で関連性の高い要素であると考察している。孫悟空と無敷を結びつけて考えるような点から、最有機を素材とした雑劇には、孫悟空の姉妹として、ムエダキ聖母、亀山聖母という登場人物が設定されていたりもした。 これとはまた別に、インドの有名な女子誌、ラーマーヤナの猿の神として登場するハヌマーンも、黄金の肌とシンクの顔面そして長いを持つ姿として描かれているところから、ハヌマーンが孫悟空のモデルとする説も唱えられている。インドのヒンドゥー教寺院では、ハヌマンラングールが、ハヌマン人の使いとして、手厚く扱われ、産経者から餌などを与えられてカッポしている。 ハヌマーンもまた、孫悟空と同様に、超常的な人通力を使用し、空を飛んだり、体の大きさを変えたりした。また、場面によって猿軍団を率いる、山を持ち上げるなどの行為を行ったとされる。ラーマーアヤナの物語中で、ビシンヌの化身とされるラーマを助けて様々な局面で活躍する猿神の姿は、最有機において猿あやかしである孫悟空が、 三蔵法師を護衛して活躍する姿と相似ている部分も畳み受けられ、最有機の物語形成過程にラーマーヤナが少なからず影響を与えたことも考えられる。また、中華人民共和国の安政地方に存在するニレハヤシクツやアズマセン仏道などで発見された闘争主教図には現状三蔵のインドへの旅の様子が描かれているとされ、その中に出てくる案内人が 孫悟空などの原型となっているのではないかとも言われている。名の悟空については、東大に実在し、インドまで赴いた、僧侶、悟空の名を取ったものではないかとする説がある。先週開元時の二十頭歓声浮き彫りには、両武帝、東三蔵東海下流大使、猿行者の四種あり、最有機の孫悟空となる前の姿が垣間見える。同郷の世界における、 孫悟空は俗の人物像と違って、天とと、五行、八見によって生まれた模範的な修行者だと考えられている。中国信代の道志陳志、武士の最有機を解釈する著書、西、ゆうまこと戦では、孫悟空は、観天の道、出天の行。文化音明、神明号、伊佐尾、万科生身しかもとも天意後の完璧な聖人であり、建婚主宰、出の登る有名、 方眼古今、玄武東林の偉大なる天帝と唯一対等の存在ともされる。天界と対立したのは、八家、犬の上旧、日の極まりを象徴する交流の像が成立したためだと考えられる。なお、竜王の芳梅も、よく、司法を従わせる象徴だと見られている。水から生まれた、石井鳥は北で、金から生まれた、鎖古港は西で、火から生まれた。 大鳥羽根冠は南で、東海の尿意金庫房と対応している。陳氏武氏の解釈によれば、尿意金庫房の重量の数字、13,500では64、毛の中の最大最高の95という項が隠れている。また、この数字は、12,000プラス1,500の形で分解できる。12,000の12は、 八家の東南西北の四像を象徴している。千五百の中の十五は三十五の道を表している。ゆえに、この部分は関係のすべての像を体現している。ありがとうございます。